どうもー、世界数少ない100億人のカードファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、12月25日の朝でございます。はい、メリークリー。あー、そうだね、メリークリスマスじゃん、世の中は。いや、僕と過ごすと嬉しいですね。いやー、まあ、二度としたくないな。わーおできればね、サンタコスプレをした巨乳の女の子とかがいいなって思います。はい、うん、サンタコスプレが一番いいですね。一番いいね、ちょっとミニスカートな感じとかね。はいはい、うん、ちょっとこれどうなってるのってこうやるんですね。あれすごく好き。はい、そんな話はいいんです。はい、今日は編集まあ頑張っていきたいなと思ってますね。はい。まあ東京はね、ぶっちゃけね、まあ庭みたいなところあるので、うん、正直ホールチェックも行ってないし、うん、分かってるんですよ。はい、はい。いつ暑いとか、うん、いつ行けどこに行けばいいとか。はい。はい。で、今日は比較的そんな強いのを僕は知らない。うん。で、まあそこまで稼働しなくていいかなと。はい、いうふうに思ってますね。うん、うん、はい。ただ、27、28は行っておきたいという感じで、うん、まあ今日は編集するチャンスなのかなということで、はいはい、頑張っていきましょう。はい、そうしましょう。以上です。はい。はい、行ってきます。行きます。自分次第でどこにでも行ける宇宙。どうもー、12月25日の結果報告していきます。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、まあメリークリスマスらしいこと何もしてないんですけど、全くしてない。はい、今日はね、パチンコ行く予定だったんですけど、まあ、うん、編集をずっとしておりましたね。してました。うん、だから西村さんが一人で勝手になんか、悩んで一人でなんですかね、うん、一人で勝手に戦ってましたけどね。外的に外から何か言われて戦ってるとかじゃなくて、勝手にもの抱えて悩んでるみたいなね。よく言うじゃん。よく言うじゃん。真の敵は己なんだよ。ああ、確かに、ね。自分と戦ってんだ、俺は常に。うん。周り関係ねえから。あ、素晴らしい。うん、確かに。それ大事ですね。うん。見つかったんですか、戦って。まあ、まあ、ヒントが見つかったって感じかな。確実にこうだっていうわけじゃないんだけど。まあ、さっきも電話してたんですけどね、うん、こういろいろ教えてくれる人いるんですよね、うん、YouTube とか編集とかに関して、はい、プロがいますからね、うんうん、めちゃくちゃプロ、もうプロ中のプロみたいな人いるんですけど、はい、いろいろ聞いて、うん、その YouTube の検索のね、仕組みだったりとか、はい、うん、あとなんだ、まあ、キャラだったりとかね、僕らのね、うんうん、動画の構成ら何やら、いろいろ聞いて、うん、こうね、あ、ちょっとこういう方向で進んだらいいんじゃないかなっていうところが見えてきたかなっていう、はいはい、そんな感じですね、はい、うん、だから大きなヒントを得たから、あとはここからちょっと考えてどうするかっていうのを決定していこうかなっていう、そんなところですね。あ、素晴らしいですね。うん、かなり電話話してましたもんね。いや、めっちゃ話した、うん、ありがたかったわ。ですね、あれだけで俺3万ぐらい取られるもん、多分普通ね、コンサルね、うん、払ったらね、うん、ですね、うん、そんぐらいの情報量だったよ。うん、確かに、まあまあ、うん、細かい話はね、ハロー日誌の方で発信すると思うので。わかる、もう多忙だから。多忙につきできないから。あら、ハロー日誌毎日更新してます。したっけ。もう勝手に活動停止だよ、もうできるわけないだろ、あんなのもう。もうまず無理、まず無理。すいません、毎日更新してると思ってどこにそんな余裕があると思ってんだよ。ただでさえ追いついてないんだから、毎日の動画。あ、すいません、そういう、なんかね、動画配信の、ね、やり方をしてるみたいなチャンネルがあったんですけど、うん、はい、2ヶ月ぐらいで知ってましたね。そう、もう無理無理無理、まず無理だ。まあね、こっちのチャンネルが落ち着いてね、いろいろできるようになってきたなという、うん、なった時にまたね、考えようかなと思います、うん、サブチャンネルとかね、その辺に関しては。はい、わかりました。はい、はい、まあね、そんなことより僕はね、今日お昼カレーを食べてとっても幸せでした。
とっても美味しかった、本当に。アジアンパームな。うん。言ってよかったのか分かんないけど。いや、言っていいでしょう。言っていいか。いや、こんな美味しいカレーっていうか、もうね、バイキングで食べ放題、ナンもライスも食べ放題で、ほんともうね、あのね、食べててもうね、会話するの忘れますね、マジで。ほんとにね。ほんと無言になりますよね。うん、美味しすぎてもう、もう、がっつきだよね、もう。むしゃぶりついてる感じだったもんね。うん。むしゃ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 むって。すごかったよ。うん。集中してたもん、食うのに。本当にマジでうまいもん。いや、友達連れてきたいですね、マジで。でしょ？連れてきたくなる、本当に、うん。うん。あそこはマジでね、もう、間違いないから。もう、昼も夜もうまいから。マジで。そうか。うん。俺が唯一、通い続けてるお店。うん。うん、まあ、初代で、なんかね、シェアハウスをね、やってた時にね、そうよく行ってたってことで、はい。連れてってもらいましたけど。はい。はい。ちょっと僕らが今住んでるところからかなり距離が遠いんでね、ちょっと簡単にはいけないですけど。まあな。うん。うん、1時間ぐらいかかっちゃうんでね。そんなかかる？そんなかかんないけど、まあまあまあ。うん、簡単にはいけないかな。簡単にはいけないんでね、ちょっとね。うん、あれです。初代ちょっと遠いんでね。そうな。今どこに住んだかちょっと言えないんですけど、はい。それ何？それ振りなのそれ。ねえ、俺、さっきから迷ってんだけど。ねえ、突っ込んでいいのか分かんないんだけど。まあまあまあいいです、それは。いいの？はい。はい。はい、すいません。明日は、9時から、言えないか、これも、はい。すいません。楽しみは、明日も楽しみたいと思います。はい、どうも。じゃあ、バイバイ。バイバイ。何それ。